こんにちは、皆さん。スプレーアートエデンのベルちゃんです。今回はね、土曜兵にドッキリをしたいと思います。金100万を使いたいから貸してほしいっていう。で、それで何で使うって聞かれたら、あ、すいません、今秘密的に言えない。だから言えなくても貸してくれるのか、まあ使っていいのかどうかちょっと見てみましょう。なんか服があるからさ、ちょっとこっちにしようよ。今日いいな。何よ、見た目がいいね。ちなみにさ、お金ちょっと使ったんだけどさ。あ、使えばいいし。100万使ってもいい？何ですか？何？キモいな。なんでキモい？どうした？あのさ、100万、うん、使っていい？うん、いいんじゃない？いいの？うん、本当に？いいんですか？いけないの？いいの？いいんじゃない？じゃあ100万、うん、あの、私たちの口座から使っていいの？いいよ。本当に？うん。100万何に使う？言えない。あ、100万使うけど言わないの。うん、じゃあそれでもいいの。本当に、うん、ありがとう。本当に、まあでもいいってこと。何に使うの？なんかさ、どうしたらキモいんだ。キモい。なんでキモい。なんだ。あ、言えないのね。うん、言えない。言えなくても使ってもいい。いいんじゃない。本当ね。ありがとう。超優しいよ。超優しい。え、うちらの金でしょ。そう。ベルの金でしょ。2人の金。いいんじゃない。別に。私のは使わない。うん、別にいいですよ。いいの。何使うの。言わない。なんで言わない。言わないけど、やった。やった。ということで。カメラあっちにあるよ。あのぬいぐるみの後ろ。本当に？何に使うの？使わないよ。もうドッキリだよ。何のドッキリ？なんか傭兵は、え、100万何で使うの？ビジネスやなかったらダメとかって言うと思ったんだけど。あ、ビジネスに100万使うのかと思ってた。え？いや、プライベートダメに決まってんじゃん。あ、ビジネスで100万使うんじゃないの？違うよ。あ、じゃあダメだ。楽しそうだったら、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、よろしく。